不安の処理の仕方が上手くなったら、それ、処理ができない。
が当時うまくいけば、休止するというで、その第2部というのは、ワクチン頼みますが、数が少なくなっていく、もうそんな不良で、まあ、こういうのが少ないですけども、そういうタイプの人は、そういう大なんかも、まあ、出ればよく効くだろうと。で、こっちのけども、ちょっとしたストレスで、普通になる素因を持ってますので、この素材を治療しました、やめましたってなると、また元に戻るわけですので、またちょっとしたことで、ね、再発ですね。一説によると、交通で治療しても終わりが、我々が再発するって言われてます。まあ、その、そういうこともあって、今では、こういうタイプの人は、交通剤をちょっと使い続けましょうなんてことを言われちゃう場合は、ただ、ね、そういう人に、交通剤間違ってない自分で入れて、ちょっと使いましょうって言われたら、一応ね、もうちょっと頼まなきゃいけなかったんで、それがいっぱい出たんです。だから、こういう消耗性の場合なんかは、まあ、交通剤気が増えてたんですから、ね、ずっと飲んでたんで、本当に最終的なところでの自分の、良くなく出てこないんですね。で、でも不安ですからね、出してくれたらもうやめるのが不安だから、異変と飲んでくるなんてことも分かりません。で、こちらの第3部の、じゃあ、治療法は何が大事かというとですね、まあ、一つはね、ストレス軽減、ストレスの、これが一番問題なので、ストレスを軽減する方法です。だから、ストレスを生み出す環境を、やはりきちっと制御していくと。あまりに自分としては、その職場をずっと続けるわけがないなと思ったら、命かけてまでその職場にいるわけでいる必要ないんです。ただ、まあ、経済問題とかいっぱいあるから、そう簡単にね、やめるってことは難しいですけど、場合によってはそこから逃げることも考えなきゃいけないんだろうという、環境整備の問題があります。それから、もう一つは、そのストレスをどう解けてしまう、ストレスの受け皿になっている自分の考え方があります。まあ、仕事が忙しくなってきて、期限まで間に合うだろうかってなったときに、真っ先にね、間に合わなきゃどうしようと、社長でもないのに、いや、こうしてましたね、俺がこうやって引き受けてるみたいな、必要以上の責任を感じてですね、妹さん、まあ、過剰って、順応ですね、過剰の順応してしまう自分っていうのが、これはもう、なんとか話したんです、幼少期からの自分の考え方、生き方、親子との関係、学校との関係、それからバイトの初期に、入った職場での、ね、まあ、社会人を教育してる、してくれる場なんですけども、そこはどれだけ手厚くしてくれるかと、そういうこととすごく関係してるんですけども、まあ、考え方とか、自分の生き方、それに問題が結構あることがあります。こんだけね、ストレスを受けてしまう受けたのを、まあ、いかにしたいですよ。縮小するかです。同じストレスが来ても、受けたらバイトだったらストレスが来ないってことです。もともと、ストレスを受けてしまう考え方だったら、被害も大きくなるから、まあ、自分のそういうものの考え方をとに変えていく。これは大変な事だったんですね。でそれから、あとは、じゃあ、それでストレスを金額少なくしてやりました。ね、こうなったらどうしようかと。ギザギザになったものを直しようかと。これは実は何十年も僕が見てきましたね、その非常に心を痛めたものなんです。こういうふうになった人で、ほっとかないでしょ。で、2週間に、2歳ですから2週間いっぱい来られるわけで、で全然良くなりませんって言って、1回その話したんですよ。これ3年ぐらいかかりますからね。2年とか3年、それやらなきゃいけないんです、大体ね。で、半年ぐらい経つとちょっと良くなったかなって言ってくれるのが、すごく嬉しくてね、もういつも変わりませんって言われたら、もう、また変わりませんって言われたなと思ったんですね。見る方も結構痛かったですね。よくしてあげたい思えばもっとするものでしょ。それに耐えるわけですよ。で、耐えてですね、もう本当に辛い思いをしてると、なんとね、3年経つと元気出てくるんですね。いや、ちょっとね、お父ちゃんと一緒に旅行行ってきましたとかね、どこ行ったんですかとか、行ってみたら、ね、久しぶりに病院行ったんだな、病室行ったんだなとかね、ちょっと片っ端してましたね。で、家の中から片付けも、何年ぶりかでやっとね、部屋の片付け始めたんです。ということは、数年経つと出てくるんです。でそこまで、まあ、本人も耐えるんですけど、こっちも耐える。で、ということはね、変わるんですよね。だから治るのね、それは必ず治る。と信じてます。で、こういうのをね、まあ、自然に治るんですね。自然に治る力があるんですね。自然治癒力。で、こういうのを見ると改めて思うんですけども、じゃあこちらのやつはどうだったんだと。ね、電気をかけたり、交通剤やったら治るっていう。これなんて言うと自然治癒力ですね。人間の体っていうのは悪くなったら自分で治る力を持ってる。ただ、あまり崩れてる方が少ないからね、ちょっとしたことやってるとは思って思っただけです。これだってそうなんです。ね、僕はそういうこと言うと、もう何か、カウンティングの名医なのかな、若い子なんか思わず思ったりするんですね、自分でね。自分ともしかしてすごい才能があったのかな、そうなんです。自然、自分が、その人の頭